よいしょ。うっしゃー。もう確実に私も燃えてると思う。あ、コンパス。ダンジョン内に隠されたいろんなものの場所が分かった。なるほどね。で、亀の方は？で、亀どうやってやっつけたらいいん？マジで。わからないんですけど。あ、これ、あれか？要は、お腹を攻撃すればいいんやろ？このさ、上からやるんじゃなくって、こう、この鼻の上を通るときに、なんか下から頭突きみたいな感じじゃない？できるんかな、そんなこと。あ、いけた。あ、一発？マジで？しかもハート。イエーイ。ねえ、ねえ、ねえ。は、痛い。でも、やっとわかったね。ってことは、あっちの近くの方に行って、よっ。あ、待って、潜ませて。そういうことや。なるほどなるほどなるほど。やり方が分かればめちゃくちゃ簡単なやつ。あ、ちょっと遅かった。ほい、うっしゃい。なるほどね、下からね。宝箱来た。よし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 。お、またなんか良さげなもの。いちいち中にストンって入るの可愛いよね。ダンジョンマップを見つけた。アイテムモードに切り替えてマップ画面を見てみよう。青い部屋は行った場所、点滅するのは現在地、上下でフロアを選ぶ。わざわざ開かんとできんのか。あ、これってことね。ウッドフォールの神殿。あ、点滅シューロのが今のところ。うんうん。オレンジのやつ、マークはなんだ？コンパス使っとるけん、なんか宝箱の石とかかな？知らんけど。全然わからんけど。白は何？普通に出入り口か？ほうほう。他どこに行けばいいんやろ？いや、なんか行ってない場所があるのはさ、目視でもわかるんやけど、その場所にどうやって行くかなんや。それを教えろよ。え、何あれ。ねえ、なんかさ、ちょっと待って。え、なんかね、なんかね。見て、あれ。目玉みたいなのない？宝箱とかがあるところのさ、ここ、ここ、ここ、これ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 。これ、これ、これ。え、ずっとやる関係あるよね。ああいうやつってさ、あれじゃない？あそこ攻撃する感じよね。でも私弓矢とか持ってないんやけど。え、ずっとやる弓矢的なことよね。え？今私がここにいます。で、あの上も行ってないんよね。ただどうやって行くんだ、あの上に。行けないですけど。絶対あの目玉関係あると思うんやけどな。どうやって行くんだろうか。とりあえず一旦戻って。一旦戻って、そこ入れる？無理、入れない。待って待って待って。じゃあ説明を聞きたいんやけどさ。どうすればいいんだろうか。ちょ、待って。行けそうなとこがないんすよね。ん？別に閉じんな。
何こいつ食わないの？それとも真ん中に乗ったら食うの？なんかそういうパターンな気もするけど、全然登れそうにないね。なんだ、どこに行けばいいんだ？は、え、ジャンプできるんですけど。え、マジで？え、待って、初めて知ったんだけど。何事？いけるんかい。じゃあ全然いけるやん。ちょっと待ってね。ってことはあっちに渡るってことか。え、待って。は、これ勝手にジャンプしてくれるんかな。あー、危ねえ。それとも私がボタンを押すけんジャンプできよんかな。ちょっとわからんけん、とりあえず。これ焼き払わんといかんやつか。ってことは、火がいる。あ、そのためにここ近くつけたってこと？なるほど、そういうことか。え、これ火持ったまんまジャンプして向こう行けるんかな。で、まあ行けるってことよね、きっと。よし、準備しよう。え、着いた？なんか着いたっぽいような気がする。よいしょ。うしゃー。もう確実に私も燃えてると思う。いやー。ちょっとびっくりするんで、いきなりはやめてもらっていいですかね。ふぅ。んで？あ、なんか勝手に進んでった。めちゃくちゃ勝手に走ってくんやけど。気をつけて、邪悪な気をたくさん感じる。何？怖い。あいつらか。これで回転しながら進んだ方が楽な気がする。その方がなんかほぼ無敵状態な気がする。え、何？まだいる？めっちゃ暗いやん。とりあえず、何？なんか笑い声みたいなのに聞こえた？気のせい？なんかどっかからやってきよんか全然わからんけど。あ、おるおるおる。こいつらが笑いよんか。何？まだいる？なんかおりそうな気がする。気のせい？お。え、まだなんかおったぞ今。ほらほら。え、無限に湧いてくるとかかな。あー、違うっぽい。あ、全部やっつけたってこと？宝箱や。あ、あの亀の部屋と、あ、なんか、でっかい羽の生えたやつ、あの部屋と同じ仕組みってことか。やっつけ、全部やっつけたら宝箱。ね、どこ宝箱？なんかこの辺じゃない？え、この辺よね。暗いな。はい。おお、はぐれ妖精。これで6人目。よしよしよし。んーで、ここの火を、扉が閉まってんな。ここにつけるってこと？かな？待って。はい。あ、これね。この宝箱は今開けたやつやんね。うん、オッケーオッケー。何が何だかだ。これで一旦外して。よっ。あれ、火つけるのどこだ？これだ。へへ、消えた。消えたよ。この辺、それだ。え、それです、それそれ。え、ついた？あ、ついたついたついた。え、あとは？一箇所じゃない。ついた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 。え、で、ぐるぐる回りよったらある？え、あった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 。はい。まだある？あ、はい。
何箇所あるねん。 5? しゃえしまう。消えずにしまった場合は消費せんのかな。んで扉が開いた。あ、開いた扉って入ってきた扉よね多分。え、あれ入ってきた扉じゃなかった。待って、デクバナジャンプやなここ。ふう、行くぜ。あれでもなんかあれやな、階段もあるね。まあでも上から行くのがいいんかな、わからん。でもなんかあいつらおるけんな、危険、怖い。あそこに行かんといかんのか。これどこまで動いていく感じ。あ、なるほどなるほど。じゃないとね届かんよね全然。この辺か、いけそうな気がする。よし、来ないで。よ、めっちゃ走ってく。んーで、これなんだ、スイッチか。え、何、あ、ここに出てきた。見て、ここからならちょうど下にあったものがよく見えるわ。よく見えるから何なんだ。え、よく見えるから何なんだ、わからねえぞ。何も入ってないし。あ、で、こっちに行けるな。あ、ここなんかデクバナあったよね。あ、でもこれも、多分これ攻撃せんといかん。うっしゃー、来たー。はぐれ妖精を捕まえてこれで7人目。で、あそこの見ればいいんかな。でもここ扉あるんよね。え、もしかして扉、あ、閉まってる。なるほど。じゃあこっち行くしかないんか。なるほど、なるほど。よし。でもなんか起きそうかな。じゃあちょっと一旦ここで。一旦ここで。はい。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで、まあ、なんか最初から見えとる場所にすごいなんかね、回り道して回り道してやっとたどり着くのって何か起こりそうな気がするけん、一旦ここで。ね。